1. 正しいものを選んでください。例あの人は誰ですかどの人ですかほら、あそこで何か飲んでいる人。あ、あの人は川上さんです。1. あ、毎朝新聞の丸山さんがいます。どの人ですかあそこでギターを聴いている人です。紹介しましょうか。ええ、お願いします。 じゃあ、行きましょう。2。2> 青木さんはどこですかあそこにいますよ。ほら。どこですかあそこで男の人と話している人です。あ、背が高い人ですね。うーん、帽子をかぶっている人です。あ、わかりました。3。これは何ですかでは、問題です。 これは何ですか答えを言ってください。これは女の人がよく使うものです。男の人も使いますね。私は大抵出かける前に見て、顔や服をチェックします。あ、わかりました。これは何ですか ?4 どれについて話していますか 連絡の仕方についてアンケートをしました。このグラフを見てください。このクラスで電話で話す人は4人、SNS で連絡する人は10人でした。それからメールを書く人は8人でした。どれについて話していますか ?1, 1 正しいものを選んでください。例あの人は誰ですかどの人ですかほら、あそこで何か飲んでいる人。あ、あの人は川上さんです。1あ、毎朝新聞の丸山さんがいます。どの人ですかあそこでギターを聴いている人です。紹介しましょうか。ええ、お願いします。じゃあ、行きましょう。 2, 2. 青木さんはどこですかあそこにいますよ。ほら。どこですかあそこで男の人と話している人です。あ、背が高い人ですね。うーん、帽子をかぶっている人です。あ、わかりました。3. これは何ですかでは問題です。これは何ですか 答えを言ってください。これは女の人がよく使うものです。男の人も使いますね。私は大抵出かける前に見て、顔や服をチェックします。あ、わかりました。これは何ですか ?4 どれについて話していますか 連絡の仕方についてアンケートをしました。このグラフを見てください。このクラスで電話で話す人は4人、SNS で連絡する人は10人でした。それからメールを書く人は8人でした。どれについて話していますか ?2、丸ですかツですか ?0、 その青いシャツは珍しいですね。どこのですかインドのです。そうですか。インドへ行ったことがありますかいいえ、これは友達にもらったシャツです。そうですか。男の人はインドで青いシャツを買いました。1>, 1。この白いパン、美味しくないね。そう 昨日、新宿のデパートで買ったパンだよ。このちょっと黄色いパンは美味しい。これも新宿のデパートううん。それは駅の近くのスーパーで買ったもの。スーパーのパンの方がいいね。そう私はその白いパンの方が美味しいと思う。女の人は、デパートで買ったパンは美味しくないと言いました。 この音楽、どこかで聴いたことがある。そうどこでリンさんとドライブに行って、車の中で聴いたと思う。本当うん、そうだ。この曲は忘れない。この音楽は、女の人がリンさんと車の中で聴いた音楽です。3。いい時計しているね。ありがとう。高校の卒業プレゼント。 父にもらった時計だよ。これ知っているスイスの時計。うん、知っているよ。いろいろなデザインがあるね。うん。女の人はお父さんにもらった時計をしています。4昨日夢を見ました。へえ、どんな夢ですかホテルを経営している夢です。いい夢ですね。いいえ。 全然人が来ないホテルです。働いている人にお金を払うことができないと思って泣いていました。そうですか。昨日男の人が見た夢は楽しい夢でした。二、丸ですかツですか その青いシャツは珍しいですね。どこのですかインドのです。そうですか。インドへ行ったことがありますかいいえ、これは友達にもらったシャツです。そうですか。男の人はインドで青いシャツを買いました。1>, 1。この白いパン、美味しくないね。そう 昨日新宿のデパートで買ったパンだよ。このちょっと黄色いパンは美味しい。これも新宿のデパートううん。それは駅の近くのスーパーで買ったもの。スーパーのパンの方がいいね。そう私はその白いパンの方が美味しいと思う。女の人はデパートで買ったパンは美味しくないと言いました。2。 この音楽、どこかで聴いたことがある。そうどこでリンさんとドライブに行って、車の中で聴いたと思う。本当うん、そうだ。この曲は忘れない。この音楽は、女の人がリンさんと車の中で聴いた音楽です。3。いい時計しているね。ありがとう。 高校の卒業プレゼント。父にもらった時計だよ。これ知っているスイスの時計。うん、知っているよ。いろいろなデザインがあるね。うん。女の人はお父さんにもらった時計をしています。4昨日夢を見ました。へえ、どんな夢ですかホテルを経営している夢です。いい夢ですね。 いいえ、全然人が来ないホテルです。働いている人にお金を払うことができないと思って泣いていました。そうですか。昨日、男の人が見た夢は楽しい夢でした。3, 3、女の人は日曜日に何をしましたか正しいものを選んでください。日曜日、 マリーさんの家へ行ったの。そう。楽しかったうん。マリーさんが作ったケーキを食べて、私が買って持って行ったコーヒーを飲んで、夕方5時頃まで話していたかな。京都の話したうん。携帯電話で撮った写真見せたよ。で、京都で買ったお土産あげたうん、あげたよ。 3. 女の人は日曜日に何をしましたか正しいものを選んでください。日曜日、マリーさんの家へ行ったの。そう。楽しかったうん。マリーさんが作ったケーキを食べて、私が買って持って行ったコーヒーを飲んで、夕方5時頃まで話していたかな。京都の話したうん。携帯電話で撮った写真見せたよ。で、 京都で買ったお土産あげたうん、あげたよ。4、質問を聞いてください。答えを書いてください。1、家族でメガネをかけている人がいますか ?2、一年に何回ぐらい旅行をしますか ?3、先週習った新しい言葉を一つ書いてください。 毎晩何をする習慣がありますか ?4 質問を聞いてください答えを書いてください 1, 1家族でメガネをかけている人がいますか2一年に何回ぐらい旅行をしますか 三、先週習った新しい言葉を一つ書いてください。四、毎晩何をする習慣がありますか